スミスさん。あれ？今日は二階堂は一緒じゃないの？あ、そうだ。NHK 杯見たぞ。お前の対局。つうか、二階堂の熱い解説。心にちゃんと刻んだか、桐山牛。あの名台詞の数々を。やっぱ、友情って素晴らしいよな。本当に、思い出しただけでもツンとくるぜ。